推しの子のヒロインランキング物理についてここで語ろうぜ。ではどうぞ。謎だったけど水着会あったし今なら議論可能だと思う。個人的に南公式 G 茜役フリルカナダイナリメムト役ルビーこれくらいだと考えてる。ルビーカナじゃないかな。今までメムチョダイナリルビーダイナリカナだと思ってたけど水着のシーンを見るとかな一歩リードかと。宮子さんってどうだっけ。南と同じくらいじゃないかな。ドレスで愛含めて並んでる画像と肩の露出高めのアニメだとメムルビー重曹ちゃんには見えるんだけどな。重曹ちゃんなんだかんだでかいんだよな。アニメではそんなに盛られてないけど、メムチョがでかいっちゃでかいけどルビーら高校生組は十分でかいだろ。メムは20後半だからそんぐらいあっても違和感はないよな。ルビーは多分これからだよな。愛も十分大きかったしこれから見るよ。愛も若いうちになくなっちゃったから伸びしろはあったんだよな。もったいない。正直推しの子にエロさはいらないんだよな。胸強調したところで物語と何の関係もないもんな。女が出るアニメで胸いらないはヤバすぎだろ。それぞれのキャラで大きさは多少必要だろ。フリルは南波の可能性あるでしょ。あとヒロインとは違うかもしれんが宮子さんもトップクラス。ここのフリル普通に太く見える。このシーン来るまではどちらかというと華奢なイメージだったから作画のミスかマジで気痩せデブなのかわからん。ルビカナメムチョあたりは割と可変だからな。アニメ時点から揉まれて成長したんでしょ。アリマに関してはうつ伏せになってることで漏れてるんだと思う。まあ作画のブレなのか最近ちょっと太ましくなってきてるようにも見えるので本当に大きくなったのかもしれんが。アニメは可変気味。コラボだとビーコマチの中だとメムチョがでかいような。公式だとサイズに関しては南ちゃん以外非公表だけど新ビーコマチと比較して茜は明らかにでかい。裏設定とかあるのかな。南以外は設定特にしてなくて面越しにお任せしてるんかな。安定してデカめなのは宮子さん。茜も割と大きめで次がフリルって感じ。あと愛も割と主張してたよね。茜は今立ちの時の制服の盛り上がりとか見ても最初から大きい設定だと思う。その前に南ちゃんという最強が出てたからあまり意識はしにくいけども。B 小町は正直甲乙つけがたい小さくはないのは確かだがシーンによってブレがある。メムチョ以外は成長もあるしでランク付けできないな。何ですかメムチョはもう成長しないとでも言うんですか。3人とも成長ないだろ。胸の成長は156歳までだ。B 小町の3人がアニメで可変だったのは設定がなかった証拠と見ることもできる。成長可能性的な話をするならここまで名前の出てきてない雪あたりは身長も含めて伸びてる可能性ある。面後の作画もあるかもしれないけどメムチョ脱いでもアラサーに見えないような。宮右衛門も40超えに見えないし。どうせなら宮子さんも水着会に登場させて姫川とメルトの性癖歪ませて欲しかった。メンゴ先生は全体的に割と大きめに描くよね。油断すると大きくなりがちな気がするけどあと結構可変するからまちまちだったり。作画担当の実績考えたら作画ミスってのは考えにくい気もする。南は公式 G で別格、茜とフリルは大きめ、B 小町3人は普通。このくらいのふわっとした設定だから可変になってるんだと思う。アニメで重視するならオープニングとエンディングだと思ってる。本編は可変気味になった場合の判定が難しいけどオープニングエンディング特にオープニングは作画にも力入れるだろうし作者もしっかり監修してる可能性ある。メムチョは気痩せするタイプだけど脱いだらこう。 B 小町の中ならメムチョが一番でかいイメージはある。そういえば南はメムチョ、姫川とは初対面のだったのかな。宮崎の温泉会で赤カナの差が歴然だった。B 小町の3人に関しては今のところ貧乳ネタ出てきてないし最低限はあるはず。メムチョは大きめであと2人は体格相応って感じかな。その場のノリで変わる。まあフリルは映画編で明確に格上げになったなというかウェットスーツ着てるんじゃねえ。勝手に兄さん呼びしてやりちん扱いしてだらしない乳ぶら下げてる女などルビーが許すだろうか。いや許さない。南ちゃん姫川にはドストライクだと思う。
てかこのメンバーに参加してるのが謎。姫川さん普通にルビーにも眼福感じてそうで草なんだよ。そしてメルトてめえ、参加する意味も資格もないけどアニメ2つ始まるから入れておくか枠。場所教えてくれたの南ちゃんだし、ピエ4分とダンスの回を見るに重曹よりルビーの方がでかい。南タヤンの扱い悪すぎ。そんな扱いづらいキャラかな。久しぶりの南ちゃんにもっとスポット当てて欲しかった。というかせっかく出したサブキャラ動かす良い機会なのに何のために出したんだよマジで。アニメ2期が夏アニメの7月から始まるよって番宣。尺に限りがある以上、劇場開催するための犠牲になったんだよ。ルビーはしっかりとシルエットが出る、重曹ちゃんは膨らみが出る程度には品じゃない、そういうイメージがある。メムチョは胸意識したことねえな。B 小町組は普通にメムルビーありまじゃねえかな。みんなのおばお姉ちゃんメム顔面スタイルのみが取り柄のルビーより枠のありまでイメージ的にもしっくりくる。愛も参戦させてください。授乳期強い。アニメで明らかに盛られた茜はなんとなく2期のケイコ T シャツ姿だとナーフされそうな雰囲気を感じる。服着てる場合は漏れるからね。裸以外は偽乳の可能性が否定できない。だからこのメンツで温泉に行って白黒つけるチャンスだ。裸比較は真面目にしたいところ。服のから明らかすぎる茜かなしか出てないからな。特に今疑惑が出ている B 小町内の序列確認はしっかりしたいな。もちろん南茜フリルの比較もしっかりしてくれていいんだぞ。プライベートでこのメンツが揃うのは最初で最後の可能性高いし、ここは青年誌らしくファンサービスで入浴シーン入れるべき。面後は先生はナチュラルに描くと大きめになるんじゃね。日本人の平均は C みたいだし、基本的に可変気味で D 小町の3人は C 前後、茜フリルが D 前後なら納得感はある。面後先生は推しの子だと意図的にエロを抑えてると思う。ワンチャン期待したいし、ここでダメなら当分は無理でしょ。南ちゃんに関しては最初で最後のチャンスかもしれない。頼むぞ赤先生、湯船におっぱいが浮く南ちゃんを。南な、なんか浮いてきちゃってる。 B 南ちゃんがいつも羨ましいと思うわ。この膨らみだけは南込みで温泉会なら胸の話になる確率は高そう。というかせっかくの水着会の割には正直微妙だった。南ちゃんは出番自体がほとんどないからね。アクアとほとんど絡みがない映画撮影から一人だけはぶられるアニメオープニングにもいない。グラドルなら見せ場にもかかわらず地味めな水着。南とフリルどうしてこんなに出番に差がついた。まあグラドルだからって出番なかなかないしな。RBの友人 A になるか、アクアのラブコメ相手になるかじゃないとなかなか出番作れないとは。撮影は基本一人ってか写真撮影の別枠だろうし、がっつり出番作ろうと思ったらグラドルの先見据えてこういうことやりますみたいな準備期間突入しないと難しそう。南ちゃん、姫川さんとメルトの横が空いてるよ。ルビーがもうちょい早く売れっ子になってたら雑誌の撮影とかでアドバイス求めたり、インタビュー一緒に答えたりとかなんかいろいろできたんだろうか。今までの展開でもルビーが南にグラビア撮影のアドバイスを求めるなんて内容の話は可能だったでしょ。ほとんど死に設定になってる芸能家のある高校所属をうまく使えてたら南フリルの絡み増えただろな。普通科の兄やら学校生活してるルビーやらでいくらでも書けそうだけど。ラッキースケベされてしまう南ちゃん、アクアの裸を見てしまう南ちゃん、フリルの出番はありそうだからそれとセットでなら南の出番もあるはず。その辺触れるかはわからんが、映画公開までにルビーが客を引けるくらいになってもらわんとってカブラギ言ってるし、その辺のあれやこれやで出てくることはありえる。え、父の成長ってそんな早く止まるもんなの？高2程度で完成しちゃうのかよ。今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。